松平信成は、江戸時代中期の旗本。健康系岡町松平家古代。国高は仙国。教法4年に、旗本、松平信春の次男として、江戸で生まれる。延教2年12月2日に、松平信号の末期養子となり、うる12月2日に医療を相続する。同月12日に、初めて将軍家中に、おまみする。 延長3年2月12日に小難度となり、12月18日に、不意の着用を許される。法暦10年5月13日に、大御所、家重府となり、家重死後の法暦11年8月4日によりあいに、列する。9月6日、再び、小難度となる。法暦12年11月1日、将軍聖師、家元府となる。安永8年に、家元が亡くなったため、 4月18日に再び、寄り合いに列する。安永9年4月5日に隠居し、養老寮300票を賜る。天命3年5月6日に死去。去年65、信成の大の松平家に仕える4人に、滝沢運兵協議がいた。明和4年に生まれた、協議の伊豆を、倉蔵は、後の下作者、極定馬金であり、松平家の屋敷跡地には、 滝沢馬金誕生の地碑が立っている。安永4年に教義が没した際、滝沢家の放録が半減されたため、滝沢矢側には不満が残った。安永5年、10歳で兄から家督を譲られた倉蔵は、信成の孫、八十五郎の故障を務めていたが、安永9年に松平家を出本している。ありがとうございます。